好きが見つかる OTB。 はい、岸圭さん、おはようございます。はい、おはようございます。今日どこ行くの、まず。今日行く前にですね、具志堅さんってやっぱあれじゃないですか、ボクシングの世界チャンピオンじゃないですか、うん、ボクシングのね、そのスポーツだよ、あれ拳でね、まあ、殴り合い、はい、やるじゃないですか、殴り合いしたけど、はい、したけど、でも、はい、もしも、うん、なんか刀とか、うん、武器とかを持った時は、うん、どうなのかなと思いまして。いやね、いろいろ話聞くんじゃない。おまわりさんは、なんで木刀持ったらすごい安心感があるんだって、へー、らしいよこれ、やっぱり、うん、我々はグローブはめたら、すごく安心感がある、うん、打たれない、はいはいはい、防御ができるじゃん、はい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 、でそれを他のも に、うん、ものを持たされたら、うん、無理だと思いますよ。あ、無理だ。怖いと思う。怖いと思う。じゃ、なんか今日なんか持つのがあるの？今日はなんかそういう体験をしてほしくて。何じゃ。なぎなたをやりに行きたいと思います。具志堅さん、今回は沖縄のなぎなた。1987年解放国体の開催をきっかけに強化が始まった沖縄のなぎなた。それ以来全国トップレベルの実力を保ち、去年行われた鹿児島国体では少年女子演技で2連覇を達成。高校総体でも首里高校が団体で2連覇を達成しているんだって。そんなレベルの高い沖縄のなぎなたに具志堅さんが挑戦。具志堅さん、具志堅さん、今回は沖縄のなぎなた。まずはなぎなたの道具を見てみたいということでやってきたのは浦添市前田にある武道凡心。まあ、ショップに来たものの、先生、私も何が必要かわからないので、うん、担当の島地さんにいろいろ教えてもらいましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、なぎなたを今からしに行くんですけど、はい、まず必要な道具は何がありますか？一応なぎなたの面、胴、垂れとコテ。あ、これですか？はい、これと、はい、そうですね。剣道と一緒、違う？やっぱり、面胴、垂れは剣道と一緒でも兼用なんですけど、ね、一応なぎなた専用で置いてある分は、うん、彼女たちの好みの硬さと軽さです。自分に合った ね、自分にピシャッと合った、はい、サイズ。でも大体一緒だけど、軽さとか柔らかさが、そうそうそう、違くなってくる。好みがあるので。なぎなたは剣道の防具とほぼ同じだけど、すね当てがあるところが大きな違い。そして胴は軽めに作ってあって、コテは指が入るところが多いのが特徴。そう、人差し指があるのが特徴なので。へえ、なんかまた理由あるんですか、この3本になったのは。そうですね、まあ長いのを振るので人差し指があった方がいいっていう感じだと思います。長いのっていうのは このこれですか？はい、こちらですね。あの、なぎなたのつかになります。つか、はい、白菓子ですね。これを使ってやるんですか？はい、そうですね、上の方はこちら あの剣先っていうのをつけるんですね。あ、これ、はい、そうです。あ、別売り？別売りあ、そうなの？はい、これをこちらにこういう感じでセットして、うん、はい、白テープで巻きます、ね。これ上は竹だね。竹です。だからこっちが打突部位なので、うん、竹なので破損しやすいので、これは取り返し機に、ね、はい、なってます。割れちゃうね、練習でも割れるよ、ね、これは。なぎなたは柄の部分と剣先は別々。剣先はいわば消耗品。すぐにボロボロになるので、その度に付け替えるんだって。使う人の身長によって変わるけど、長さは2メートル10センチから2メートル25センチの間、重さは650グラム以上と決められています。これを自在に扱うのは難しそう。そう、これは今首里高の試合堂を飾ってますね。お、
使ってるね。はい、はい、そうです。シルコはあれなんですか、なぎなたは。もう全国チャンピオンだって。チャンピオンですね。全国でも有名なんだね。そうですね。シルコ高校って。はい、そうです。すごいな。じゃあどうしますか。もうシルコやっぱせっかくなんで会いに行ってみますか。見たいですね。ね。見たことない。多分ボコボコだと思いますよ。なぎなたの道具を見た具志堅さん、次は実際に体験しようと首里高校にやってきました。県内随一の実力を誇るなぎなた部の皆さんがこちら。首里高校なぎなた部の皆さんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。彼女たちは高校総体なぎなた団体で2連覇したメンバー。さらに泉さんと白間さんは国体なぎなた少年女子演技でも優勝しています。なぎなた日本一の彼女たちを前にちょっと尻込みする具志堅さん。だけど道着に着替えたら気合が入ったみたい。具志堅さん、わー、勢いが変わってきて、怖い薙刀バージョン具志堅さんですびっくりしたなんか持ってるし、すごいです。なんか持ってきた、勝手にお願いします。こいつからなんか持ってきてるけど、これがいっぱいあるのなんかこれ練習するの、これ何これ。これはちょっとそうなの、いっぱいあるいっぱいある。手に持っているのは剣道の木刀だけど、気合が入ったのは分かりました。でもいきなりなぎなたを持ってもどうしたらいいかわからないと思うので、まずは演技のお手本を。ありがとうございます。お、どうでしたか。難しいこれあそりゃそうですね、難しいよこれ今一回見ただけでちょっとね、今左と右にやったね、これの回収どこでやるかっていうことなんだけどだよね、なんか今、まあ、今見ただけなんで、はい、あ、こういうもんなんだっていうのを知ってもらい、はい、これからはじゃあ基本的な動きとか、なんかそういうものをじゃあ先生たちに教えてもらいましょうか。なぎなたは相手の構えや打つ場所によって右半身や左半身に構えます。その時になぎなたを持ち替えるんだけど、これが難しい。まずは基本の構えから。足幅は、肩幅です。肩幅、はい、肩幅で、でこの手は足の付け根に、そうです、はい、こうです。はい、そうです。で、ちょっと腰の方をグッと伸ばしていただいて、はい、そうです。はい、そうです。これで、右手と右足を一緒に、一って出します。待ってくださいよ。もう一回いきますよ。ここから足と、後ろの足と後ろの手を一緒に、一、そうです。で、そのまま、今度はまた反対の手、一緒に足も出します。そうです。おー、そうです。そうです。そうです。いい、そうです。そうです。もう一回いきますね。ここから。じゃあ、いきます。面打ちもそのままこれをあと歩くように連続で
1、2。そうです、はい、そうです。で、ジャンプしてたわけです。はい、そうです。盛り上がってます。そうです、はい。じゃあ声出してみますね、はい、今ので面って言いますね、はい、いきます。メン、まだです。はい、はい、早いです。はい、早かったです。ちょっと早いですね。騙される、騙される。ちょっと早いです。でも騙していく。ちょっと早かったです、はい、あの打つ時に面で。そういう戦法だと思います。騙して、声で騙していきたい。せーの、はい、1、メン。わー、そうです。はい、でジャンプして下がります。ジャンプ、はい、そうです。中段で戻ります。中段です。中段はいつもあの、溝落ち、はい、そうです。はい、すごいです、はい。手と足を同時に動かすのは難しいけど、基本の銘打ちはなんとか形になったみたい。次は手の動きが複雑に。この手を、後ろの手を前の手の中に入れます。前へ、あ、後ろの手、前の手の中に後ろの手をスッ、じゃあ待ってくださいよ。違うね。あの基本この前の手が軸、軸です、はい、あ、できてる。そうです、そうです。これが軸になります。これがこの流れで、でこの後ろの手がここにスッって入っていきます。そうです、これ、これそうです。そう、それで、ね、体が反対に向かないといけないので、これはでもすぐはできないんですけど、ね、これは難しいですね、はい、ここからそのまま前に向いて、そのまま手が惜しいです。手が違うのか、はい。後ろの手が前の手の中に入って、ここで交代します。後ろの手で、ここで後ろの手がこう、後ろで、はい、そうです。おお、できた、できた。そうそうそう、後ろの手が前の手の中に入って交代します。はい、交代。おお、できましたね。できた、できました、できました。そうです、そうです、そうです。これが、はい、そうです。ここが入って、そのまま交代して、そうです。できました。できてますね。できました。おー、攻撃増えた。できました。具志堅さんの攻撃が1個増えた。できました。強い、はい、はい。2メートル以上あるなぎなたを持ち替えながら振るって難しいですね。ぎこちないけど持ち替えもできるようになったので、実際に防具をつけて打ち込みを。どうぞ。です、はい、ちゃんと当たってます。すごい、すごい、すごいです。ブルのステップの感じ、はい、はい、はい、そう、多彩な技を、あ、そう、さっきの、さっきの、はい、思い出して、スネームいきますか。いいな、いいな、できてる。すごい、すごい、できてる。すごい。あ、休憩入ります。おー、すごい、すごいです。スパーリング、スパーリング試合できそうです、はい、どうでした。いや、集中するな。3分の戦い長いよ。ほんと長いからな。で、延長があるでしょ、もしあれだったら、うん、はい、あれは長いね。いや、3分は。 CM の後は現チャンピオンと試合もするんだけど大丈夫？具志堅さん、今回は沖縄のなぎなた。なぎなたの重さは 650g 以上。それを何回も振るから、さすがの具志堅さんもお疲れ気味。だけどこれからが本番、試合が待ってますよ。まずは全国優勝メンバーの模範試合を見学。始まる。当たった。面を狙った時にスネを打つっていう、空いたところを狙って。いいぞ。払ったりもいいです。試合にびっくり。元ボクシング世界チャンピオンの具志堅さん、ついていけるかな。あの、ちょっと早すぎる。それ何何が何だか分かんなかった。今半分ぐらい取ってるの、ポイントは。お互い、そうですね。だよな、なんかバチバチ音聞こえたんだけど、半分半分ぐらいか、はい。
とっても取られてもそのまますぐ続行するんです。あの今は地稽古っていう、はい、あのスパーリングみたいな感じなので、はい、もうずっとやり続けるみたいな、はい、はい、1分間、はい、試合の時はもうどっちか入ったらピーってなる、はい、審判がメアリとか、メアリとかって言います、はい、ういうでまた再開、はい、あ、ということで具志堅さんにはあの今からこういう試合をやってもらいたいと思います。無理でしょ。準備をする具志堅さん、その脳裏には武道盆身の下地さんの言葉が。見たことない。多分ボコボコだと思いますよ。さあ面もつけて凛々しい姿になった具志堅さん、試合の相手は高校総体と国体のメンバーの一人、城間さん。城間さんにはハンデとしてスネを打たずに試合してもらいます。2本先に取った方が勝ち。それでは試合開始、始め。初めの合図からわずか2秒、城間さんの面が炸裂。具志堅さん手も足も出ません。さあ2本目、具志堅さん頑張って。もっと積極的に行こう。具志堅さんどうぞ。いや具志堅さん前出てって、もっともっと行け行け。メアリ勝負あり、勝負あり。だけど負けず嫌いの具志堅さん、一本でも取りたいので泣きの延長。具志堅さんよ、自分から攻めてけ。おーメアリ、メアリ、うーん、お情けだけど具志堅さんの面あり一本。だけどお情けはここまで、城間さんが本気に。お上手ですね、避ける、避けてる。具志堅さんいいよ、はい、どうぞ。痛かった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 。本気の目打ちに具志堅さん戦意喪失、そのまま試合放棄。痛かった痛かった痛かった。さあ具志堅さん、あの基本の技から練習して、うん、試合までやってみて、うん、いかがでしたか。あの、はい、俺昔世界チャンピオンだったの、はい、で13回防衛したんですよ、はい、あのあまり殴られたことないんですよ。今日さんざんさんざんボッコなんか音がするわけなんですよ。音がもうどこを打たれてるかわからない、音がすごかったのよ。バチバチバチって。いや久しぶりの俺、体験、うん、いやテンション上がったな俺は久しぶりね、うん、KO 負けだな、KO 負けだもんだって、試合放棄だから。試合放棄したしなさいよね。まあでもいい経験になったんじゃないですか。TKO 負けだよ。いや今日本当にね、最高、はい、ありがとうございます。素直だよやっぱり、はい、ありがとうございました。初めてこんな女性って強いのかなっていうスピーツを感じたね。女性の強さっていうか、高校生でしょ。高校生。防具フル装備での試合はさすがにきつい。そして最後の面は痛かった。女性の強さを再認識した具志堅さんでした。次回の具志堅さんは八重瀬町にあるホロホロの森を大冒険。自然豊かな森で出会う動植物に具志堅さんも感動。知られざる自然豊かな八重瀬町の魅力を再発見します。お楽しみに。